あ、新年一発目やから挨拶しとくか。挨拶そのレベルなのやばい。あやねんスターです。こんにちは。はい、というわけで、新年一発目から縁起が良さそうな挨拶をさせていただきましたよ、ということで、本日はですね、新年一発目だから、ともちゃんどんな企画するんかな、結構凝った企画でもするのかな、歌ってみるかな、ルックバックかな、メイク動画かな、っていう方、本当に申し訳ございません。いつも通り、夜ご飯を作るだけです。何がおもろいんっていう感じなんですけど、もう私は本当に企画系とかはもうできません。2024年もそのスタンスでやらせていただきたいと思います。企画系はできずに、こうやって Vlog だったり何気ない日常をどんどん回していこうと思うんですけど、はい、なんで今サングラスをしているかと言いますと、とわちゃん新年一発目なのに顔が見えません。なんでですか、顔が見えませんって思った方少なからずいると思います。申し訳ございません。今ね、12月30日年越すよーみたいな感じなんですけれども、昨日一昨日ちょっと忘れたんですけど、私がずーっとやりたかった、ずっと気になってたけどやれなかった熊取りをしてきました。この年末年始の休みの期間に熊取りしちゃおうっていうことで熊取りをしたんですけど、完全に今それのダウンタイム中です。すいません、本当に何も考えずっていうか、年末年始の休みやからっていうことでやったんですけど、ちょっと待って、やったはいいけどうち年始の撮影してないやんってことに気づいて、新年早々ダウンタイムスタートということで申し訳ないんですけれども、まあいつも通りご飯を作っていきたいと思います。で、今日の献立は生姜焼きが食べたい気分だったので生姜焼きを作ります。で、生姜焼きを作るんですけど、今日はちょっと時間に余裕があるので今土鍋でご飯を炊こうとしていまして、30分間水にお米をね浸さないといけないので、今ちょっと浸し中で、その間にちょっと副菜のキュウリの蛇腹キュウリのなんかうま辛あえみたいな、そっち系を作っていきたいと思いますよ。皆さん準備はいいですか？でも本当に私っていう人間は野菜が全く食べれないんですね。だがしかし最近結構お気に入りで、週1は嘘だけど、2週間に1回は必ず行くと言っても過言ではないしゃぶしゃぶ屋さんがあって、そこで出てくるこういう蛇腹きゅうりの昆布と明太子をあえたのが美味しすぎて、ちょっとそれを頑張って再現したいんですけど、まずきゅうりをこれ斜めに切った方がいいのかな。そう、きゅうりも大人になってから食べれるようになったものの一つですね。私はいつもご飯を作るときはクラシル派、クラシルっていうアプリを使って、これね動画でめっちゃ見やすいんだよね、やってるんですけど、今から作るやつは本当はこの切り方じゃないらしいんだけど、私が TikTok で見てなんかやってみたかった切り方が渦巻くやつ。すごい、見てできた、すごい。こうやってアレンジ勝手にしだすから失敗することは分かってるんです。でもやめられないねんなこれがまた。で、ちょっと本当に年末年始、私毎年そうなんやけど、年末は本当にやっぱ飲み会が増えるわけですよ。何かにつけて忘年会、何かにつけて今年ラスト飲もうっていうのがやっぱり増えるので、私多分2キロ太ったかな。そうで、どうせ年末年始はねいつも実家で過ごすので地元に帰るんですけど、どうせそこでも爆食いをやっぱり私っていうのはするので、私っていう人間はね食べるときは食べちゃうので、年末年始はどうせダイエットとか考えれません、どうせ太るんで。だから TGC が1月13、14ぐらいにあるんですけど、そこまでに元に戻せば大丈夫なので、年末年始はあまり何も考えずやっていきたいと思います。みんなは年末年始どうやって過ごすの？私は毎年ね、地元に帰って、もう多分正午ぐらいから、地元の友達3人で、毎年今まで年を越すんですけど、でも毎回思うけど、年末年始ってやっぱり、どこもお休みなんだよね。なんか毎年どっか行こうってなるけど、なんか毎回その、どっかやってるでしょっていう感覚で外に出ちゃうから、毎回迷子になる。普通に、どこもやってなくね？みたいな。こっからはちょっとアレンジです。塩昆布を。あ、かけすぎて最悪終わった。でも塩昆布ってうまいねんな。なんか本当に毎年毎年ね、1年が早いんだよね。もう年末みたいな。やばくないそれって、普通に考えて。あ、もう最悪、ラップがこうなったら終わり。あ、もうやだやだやだ。ねえ、なんで料理の邪魔をするわけ。来た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 。あ、そうしましたら、ちょうどこの頃合いで土鍋の号が出そうなので、土鍋はね正直まだ難しくてね、私もちゃんとこういう紙を見ないと分かんないんです。つけました。弱火で5分加熱、土鍋が温まってきたら中から強火。
そうしましたら、その間に生姜焼きを作りたいんですけど、生姜焼きって結構マジで早いが秒でできちゃうから、土鍋が出来上がる頃に作りたいんだよね、あったかいうちに食べたいから。で、今日味噌汁作る予定だったんですけど、味噌汁の材料を買ったのに味噌を忘れました。サラダも作ろうと思ったんですけど、サラダも全体もうサラダごとの材料も忘れたので休憩。はい、じゃあまた生姜焼き作る時にお会いしましょう。はい、私っていうありえない人間はご飯の途中にこういうつまみ食いもしちゃいます。うまっ。え、なんかもうブー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 言ってるんですけど、土鍋どういうこと？早くない？本当に難しい、土鍋でご飯炊くの。けどやっぱ土鍋でね、ご飯食べると本当段違い、格違い、格違い、段違いなんです。年末ね、今年どんな年だっただろう。でも本当にこの浮き沈みが激しい年だったかも私。でもやっぱり何が一番変わったって、本当にちょっとごめんなさい、つまんない回答かもしれないんですけど、ビジュアル。あんなに黒髪ロングパッツンをやってたあの私が、もう絶対私はもうこれしかダメ、これしか似合わないみたいなことをもういじれもやってた私が、見てもう真逆いっちゃった。金髪、前髪なし、え、ほんと自分がびっくりだし、二重やったのも今年だし、あとめっちゃ痩せたのも今年だって、マックスから、人生のマックスからで言ったら今14キロ痩せてるから、すごくない？もちろん今年1年で14キロじゃないけど、そのマックスからのね。それで一個本当にちょっと申し訳ない話をしたいんですけど、いた！やばい、2023の制裁？勘弁して。ダイエット方法を教えてくださいっていうね、 DM っていうか、まあ、コメントもそうだし DM も結構いただくんですけど、本当はもうちょっと早くやりたかったんだけど、ちょっとタイミングを見失ったので、来年2024年の夏に向けてのダイエット動画をちょっと撮ろうかなと思って、だから2月3月あたりに出せたらいいかなって感じで思ってます。私はやばい、もう絶対なんかもう分量おかしい、生姜とか規格外に入れちゃった。だから最初から測ればよかったのに、意地でも分量を測らないっていうのが私ですので、なんか焦げてるような気がするんやけど、匂い的に。え、ねえねえ、そうだよね、ちょっと焦げてるんだけど。ねえ、もうやだ、土鍋難しい。でもこの前はね、成功したの一回。でもその時は1合じゃなかったから炊くのが最悪。これ確実に焦げ臭いやんけ。それこそ BG を始めたのも今年だし、 TGC とかでいろんな地方回らせてもらって、結構バタバタな1年でしたね、ありがたいことに。でも早く感じるっていうことはそうだよね、目まぐるしく動いてるからそう感じるんだもんね。で、最悪、サラダないから色味とか最悪じゃない？結構本当に生姜焼きっていう簡単すぎるものを考えてくれた人最高。あとこのタイプの薄力粉を作ってくれた人も最高、本当にありがとう。本当に改めてその好感度狙ってるとかマジそういうのなしで、本当にファンの人に支えられた1年だったなっていうのをすごい思う。もちろん今までもそうだったんだけど、今年は特にそうだね。本当にファンの子がいなかったら今こうやってね、年末に動画撮ってる私がいないかもしれないし、こんなさ料理をさ作りながらさ喋ってるからさ、本当かどうか思われるかもしれないけど、結構本当に思ってる。みんなが見てくれて面白いって言ってくれて、インスタ見て可愛いって言ってくれて、おしゃれって言ってくれて、本当に数年前というか学生時代の私からしたら考えられないことだから。学生時代も友達は多い方だったもん、すごい友達が多い方で、すごい楽しくて恵まれた学生時代を送ってきたんだけど、やっぱなんかさ人と違うことが好きだったから、昔からそのファッションだったりメイクだったり、そもそも私が学生時代の頃はまだメンズがメイクをするってことがそんなに主流じゃなかったっていうか、今ほどさあれだったから、こんなにも学校っていうさちっちゃい社会では認められてたものが、こういう大きい社会になって受け入れられるっていうか、怖い部分もあったのね。だけどやっぱ本当にこんな私を受け入れてさ、好きって言ってくれて、憧れって言ってくれて、本当に幸せ者だよね私って、っていう深めの話を料理しながら喋るっていうね、本当にありえないよね。ごめんね、こんな私で。てか最悪、本当は生姜焼きにさなんか千切りキャベツとか乗せようかなと思ったけど、サラダあるからいいやと思ったのね。けどサラダも忘れたからもう色味ゼロ。私がさイベント出るたびにさ見に来てくれる追っかけの子がいたりさ、それこそ BG のポップアップの時に本当に思ったの、こんなにも私のことを好きって言ってくれて、可愛いって言ってくれて、推してくれて、本当に来店イベントの時に思った。なんかもうめちゃめちゃ遠いとこから来てくれたりとか、朝から並んでましたとか、もうこの後すぐ帰んなきゃいけないからみたいな、もう本当に愛されてるなと思って。熱っ、鎖骨に飛んできたんですけど。ねえ熱い。
いつかどんな形でも恩返ししたいなっていうふうには本当に思う。てかやっぱ年末ってさ、深い話しがちじゃない？この前ね、エナピだっけな、エナピとピーマンとも話したんだよな。今年1年どうだったって。やっぱ話したくなっちゃうよね。いや最悪もうキャベツとかあれば完璧だったのに。抹茶色じゃねえか。しかも砂糖入れすぎてドロドロだし。ま、そういうこともあるよね。はい、生姜焼き完成。あ、ここにあのキュウリのやつ乗せよう。さすがにちょっと色味がなさすぎて寂しいから。お願いします、成功してますように。焦げてるけど、下の方は。ちょっと上の方味見するね。ちょっと硬いかな。うん、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 え、完璧じゃん。え、うまっ。水分量と硬さ完璧。この焦げさえなければマジで完璧でした。そう、このちょっと焦げたせいでさ、お米の香りがちょっとあれなんですけど、なんか米の香りとか言ってうざいかもしれんけど、てかこれ映ってる私。米の香りとか言ってうざいかもしれんけど、私最近お米の匂い、お米が炊けた時の匂いが大好き で、土鍋だったらそれがより出るのね。でもこのお焦げのせいで、お焦げじゃないな、もう焦げ、焦げのせいでちょっとそれは失われましたが、でも全然数回目にしては上出来で。もまあとりあえずなんとか完成しましたよ。見てください、生姜焼き、きゅうりのなんとなんだらで、土鍋ご飯にもずく。本当はここに味噌汁とサラダがあれば完璧だったんですけど、はい、できませんでした。というわけでいただきたいと思います。いただきまーす。もずくから。もずく大好きなんだよね。ん、うまっ。何このもずく、甘い。そしたらきゅうりの、え、うちって天才。うん、まっ。大好きこれ、マジみんな作った方がいいよ、マジ簡単だから。じゃあ生姜焼きいただきます。砂糖多め生姜焼き。うん、うまい。土鍋ご飯。うん、うまい、まあまあ、うん、はい。2023年私できるようになったこと、今思い出した。できるようになったことっていうか、今できるようになったこと、まず一つ目、まあ、自炊、まあ、これはまあちょくちょくやってたのでできるようになりました。その2、読書。やばくない？本が好きな子からしたらありえない話なんだけど、もう私からしたら本当に真夏に雪が降るレベルでやばい話で、もうあの私がよ、今までこの21年間生きてきた中で読んだ本って、多分ちゃんと読んだのって自分が2年前ぐらいに出したエッセイ本ぐらいなのね。本当にそれぐらい本が読めなかったんだけど、ある時不意になんか本読みたいという思うようになっちゃって、なんでか分からない、本当に何の前触れもなく、なんか本読みたいと思って本を注文したの。その1個はまだ来てないんだけど、そのうちの1個がこのデヴィ夫人の選ばれる女におなりなさい。これもずっと気になっとって、けどアマゾンで電子書籍を1回買ったことがあるんやけど、一応なんか読み方がわからんくて、電気系苦手だから、で断念してて、また本読みたいなと思う機会があったからこれを買ったの。これを買ってで、アマゾンでポチッとしました。夕方ぐらいに。で、その日の夜友達とご飯行ったのね。そしたら、私何も言ってないのに、ね、おすすめの本があるみたいな。おすすめの本があるっていうか、なんかの話をしとる時に本に書いてあるんだけどっていう話をして、その子が。で、その本めっちゃおすすめだよって言われて、買ったのが、この20代で得た知見。これ多分、ツイッターかなんかでバズったやつなんかな。これ大反響50万部突破ですごくない？本当に昨日も寝る前に読んでたし、移動中とかも読むし、あの私が本を読むってやばくね。でも本の素晴らしさに気づいて21歳になって、もしかしたらどうせすぐ飽きるって思われとるかもしれんし、どうせすぐ飽きるかもしれないんだけど、今めっちゃ本来とって、私の中で。昨日寝る前とかもスマホ見てから寝るより本読んでから寝た方が熱気が全然違うの、マジで違うのとか、本当に無心になって何も考えず気づいたら1時間2時間とか経ってるみたいな感じなのね。だから本やばい、本ってすごい。もうちょっと早く気づけばよかったと思うけど、でも私の性格上絶対にその学生時代読めないから、ちょっと大人になった証ですね。もし本好きな子、おすすめの本とかちょっと教えてください。でもまだ物語系を読んでないの、わかる？原作とか言われるようなもん読んでないからちょっとわかんないんだけど、チャーリーとチョコレート工場を映画で見たいし、面白いらしいのね。ピーマンが見に行ったのかな、面白いって撮って。で、私さ、一回さ、YouTube かなんかでさ、あの丘の花が咲くなんとかなんとかみたいな、戦争の話のやつ多分見たいって多分動画で言ったんだよね。で、見たいと思っとって。そしたら、めちゃめちゃおすすめされて、いろんな人に。マジあれやばい、絶対見た方がいい、絶対泣けるみたいな言っとって、超見たいんだよね。私ってあんまり、その映画で予告編とかで、なんかこれ見たいなと思うことはないの。けど、あの丘のなんたらなんたらの花のなんとかなんとかは、見たいと思った。で、2023反省会したので、もう一個大きな反省あります。彼氏ができませんでした。はーん。
20歳になった時に今年はテレビ作りますって言われたんです言ったんですけど気づいたら21です。私がびっくりです。まあでも恋愛はちょくちょくしてたの。でもあんまり公にしてこなかったっていうか昔とかはねもう結構リアルタイムで話してたりしてたんだけど最近は何も言ってこなかったんですけど恋愛はしてたんです。ちょくちょくね。もしさ彼氏ができたらさみんなはさ教えてほしい、それとも言わないでほしい。なんか私割と言ってもいいかなって思うタイプなんだけどみんなはどう？やっぱりうちらってさ結構一緒に頑張ってこうぜ系じゃん。だからいるのにいないとかっていう嘘をつくつもりもないんだけどできたらの話ね。どう？教えてほしいよ言い方うざ。そうで2024年は目標あります。1つ目、 TikTok を頑張ること。まあ、ちょくちょく上げてたりしてるんだけど多分最後の投稿が9月とかなので夏なので、なんで上げなくなったかっていうと別にそれも特に理由があるわけでもないんだけど、なんでだろう、特に理由はないのね。私ってめっちゃ TikTok 見るの。情報基本的に TikTok から得てるからだし、なんか撮りたい音源があって撮ってたりはするの。別にこれ上げてないから2024年は TikTok を頑張ります。 Twitter はもう頑張れません本当に私って表に立ってる人頑張りたいよ。頑張りたいけど、別につぶやくことないんだよね。一日生きてて、感情が動くっていうか、ってことが私すごい結構あるのね。感情が動いたり、何かを思ったり、何かを感じたりってすることが、多分、人よりも多いタイプなの。だから別に、書こうと思えば書けるんだけど、死ぬほどしょうもないの。それこそ今日の朝だったら、やばい。ちょ、ごめんなさい、ほんと食事中なのに。これも最低だし、もう今からちょっと結構汚めなこと言います。朝感じたのは、やばい。今日めっちゃいいうんこ出たって思ったのね。これ結構リアルに今日結構いい感じだったの腸が。でそれで結構ちゃんとそれを感じるのもの何一つの出来事としてちゃんと受け入れるの。でもさ人って多分それが当たり前だから何も感じないじゃん。それに対して朝排便をしたことに対してちょっと待って本当に うちご飯中だよね。ごめんね本当ご飯中に見てる方。排便をしたことに対して何も感じないけど何も感じない人がほとんどなのかな分かんないけど私はそのことをちゃんと一つの物語ではないんだけど排便物語ではないんだけどその一つの事柄としてちゃんと受け入れるっていうか受け止めるのね。だからこうやって今も覚えてるし数十時間前のことなのに数時間前わかんないけどとか今日いつもより青空がすごい深い青空だったの。ちょっと本当に頭おかしいかと思うかもしれないけど今日ね夕方外見てて青空なんだけどカラッとしたすっきりな青空っていうよりもちょっと濁ってるとまではいかないけどちょっと深みのある青、多分それ夕方のそのオレンジの夕日の感じもプラスされてたと思うんだけどとかそういう一つ一つの細かい出来事を結構鮮明に覚えてるタイプなのね。てか毎回そこで感情が動くから青空なんか深いなとかやばい今日めっちゃいいんくれたとか毎回動くから結構覚えてるんだけど死ぬほどしょうもないじゃんそのことって。そういうことって逆にツイッターに X? ツイッターじゃなくて X? てか X 言いづらいからやめてほしいんだけどツイッターもギリなのに X? もう舌出まくり X? なんか顎も出る X? に書くまでってなるともうなんか分かんなくなっちゃう。なんかだってみんなさなんかちゃんと共感できること書いたりちゃんとなんか意味あるものを書いたりしてんじゃん。なのに私なんかもう今日朝いいうんこ出たんだよ。そりゃやらないよね。だから TikTok はちゃんと頑張る、 X は頑張れる時に頑張る。それでいきましょう。インスタはね私大好きだから結構定期的に更新するんだけど、あと何にしようかな目標。でもやっぱ目標ってさ目に見えて分かるものこれをしたら達成だね。だからそれこそダイエットするとか痩せるとかだったらさ分かんないけど何キロ痩せるとかだったらさ目標として成立するじゃん。だからあとなんだろうちゃんと目標として掲げれるもの、今年は目標体重に行けなかったの。目標体重まで残り3キロ2キロのところまでで、うわそうだそれだ目標体重行ったら動画にしようって言ってたんだけど目標体重今年行けなかったから今年は目標体重行く。だから私の今ちょっと年末年始で食べまくってるんですけどベスト体重からだったらマイナス2から3キロだから今年はそれを頑張ろう。やばいどんどん出てくる。ジムに行く。そう私筋肉質でもうジムなんか本当にちょっと NG でみたいな感じだったんだけどお尻を大きくしたいのね私。なんかそれこそ痩せてから自分の体をよく見るようになってからどんどんやっぱり欲が出てきてお尻を大きくしたいのとお腹も割れてんだけどなんかもっと綺麗に割りたいからジムに行く。だからジムに行って何かをお尻を大きくするとかだったらちょっと分かんないじゃん。どこになったら大きくてどこになったら大きくないのってなるからジムに行くことを目標にしよう。うん、あと楽曲を1年ちょっと出してないのね。11月で1年だから、うん、1年と1ヶ月ぐらいヤング以来出してなくて結構聞かれるのなんで出さないんですかとか作ってはいます曲を。ただやっぱり納得いくものを作りたいしね、こんな
すぐにパッて作ってパッて出せるほど私も歌うまいわけじゃないから、そうだね、音楽活動をもっと活発化させる2024年は。あと海外旅行にもっと行く。お金を経験に変えたいタイプだから、今年は韓国、ハワイ、LA、オーストラリア4カ国行ったから、今年は4カ国以上行く。そうだね、だから目標をまとめると TikTok 頑張る、ジムに行く、曲を3曲以上出す、海外旅行にもっと行く。なんか言い忘れてることない？あと2キロ痩せる、理想体重に行く。これだね、いいじゃん、いい目標。もうここで宣言したから、もう2024年の終わりに、またちょうど1年後だよ、にどうだったか言えるよね。そうだ、2023年はそれがなかったんだ。ちゃんと目標、もう動画で言っちゃえばもうこっちのもんです。てかもうみんながもう保護者です。見ていてください、お願いします。そんな感じで、ちょっとご飯まだ残ってるのでゆっくり食べたいので終わろうと思います。というわけで皆さん、今年も1年本当にありがとうございました。大変お世話になりました。2024年もまた新たにパワーアップし、前に進み続ける私を見せれるように頑張りますので、皆さんついてきていただけたらなと思います。絶対に最高な1年にしようね。これで完璧です。バイバーイ。次は熊取りのダウンタイム治ってますように。バイバーイ。みんな絶対に最高な1年にしようね。うちらがしてくんだよ。